ヒースの南西の外れハムステッドヒースは、ロンドンにある320ヘクタールの公園である。ロンドンで最も標高が高い場所の一つで、ハムステッドタウンからハイゲートに広がっている。ロンドン粘土層に堆積した砂の上にあり、全体が草木に覆われている。ヒースには広大な平地、丘、池、新旧の森、屋外水泳場、遊戯用広場、陸上のトラックなどに加え、 かつてカントリーハウスとして利用されていたケンウッドハウスと庭園が含まれる。公園の東南はパーラメントヒルと呼ばれる地帯で、パーラメントヒルからの眺望は法律で保護されている。ヒースの東側には池が連なっている。うち三つの池はフリーイート側から取水した飲料水用のため池で、今は屋外水泳場となっている。公園全体が イギリスの自然保護区域に指定されており、ケンウッド地区の一部は、イギリスの重要自然科学区域にもなっている。池の周囲では夏季には、コンサートも催される。ヒースは、シティオブ、ロンドンコーポレーションによって管理され、敷地の大半が、カムデン区にあるが、外苑部とゴルバーズヒルパークは、バーネット区にある。バーネットに伸びるハムステッドヒースヒースは986年に、 エゼルレッド2世が、別室会の一人に貸しした、ヘムステードの5つのハイドの土地として、初めて歴史書に登場する。同じ土地は1086年のドゥームズデーブックに、ウェストミンスター寺院のペトロ修道院の土地として、記載され、後には、ハムステッド荘園の名で知られるようになった。ウェストミンスター寺院は1133年に、荘園の一部を、リチャード・デ・ベルタの一人に譲った後、 ヘンリー二世一世下には、ヒースのすべてが王のバトラーだった、アレクサンダー・デバレンティンの私有地となった。ヒースは1940年代に、スペンサー・ポクリントン・マリオン・ウィルソン伯爵が手放すまで、私有の荘園で、この時、伯爵の邸宅は、シェーン・ゴッホ、フィンセント・ゴッホ5世に譲られている。時代が下がるに従い、特に19世紀に荘園は建築用に切り売りされ、 ヒースは主に共有地として残された。ヒースの主要部分はメトロポリタンボード・オブ・ワークスによって公共用地として買収された。パーラメントヒルは1888年に公共用地として30万ポンドで買収され公園に加えられた。ゴルダーズヒルは1898年にケンウッドハウスと庭園は1928年に公園の一部となった。 1808年から1814年まで、ヒースには、ロンドンの海軍本部とグレート・ヤーマスの艦隊の間を結ぶデギ通信の通信所が置かれた。こういう地となって、以降、当初は、ロンドン・カウンティ・カウンシルが、1989年以降、シティオブ・ロンドン・コーポレーションがヒースを管理、運営している。2009年ロンドン市はヒースに通じる歩道車両が、 通行可能なよう改良することを発表したが、地元住民や富裕層からの反対にあい、計画は実行されなかった。ヒースは、ロンドン年度層上に堆積した砂の尾根にあり、東西に伸びている。最高点は134メートルである。砂は雨による浸食を受けやすい上、砂の層を抜けた雨水は、粘土層上に止まるため、ヒースは、沼地上のくぼみに富み、泉や、 人為的に掘削された穴も多数存在する。ハムステッドヒースには大ロンドン地区で最大の144.93ヘクタールに渡る共有地が含まれる。ヒース周辺にはロンドンオーバーグラウンドのハムステッドヒース駅、ゴスペル、オーク駅に加え、ロンドン地下鉄のハムステッド駅、ベルサイズパーク駅が南に、ゴルダーズグリーン駅が西に、 ハイゲート駅及びアーチウェイ駅が東にあるほか、複数のバス路線が周囲を通過する。敷地面積320ヘクタールに及ぶヒースには、様々な特徴があるエリアが含まれる。ハムステッドヒースは、野生動物の重要な生息地ともなっている。ヨーロッパ山カガシ、キツネ、ウサギ、ヒメアシナシトカゲ、リス、カエルなどの陸上生物のほか、カワセミ、西国マルガラス、 ホウヒゲコウモリなどが池の上を飛ぶ姿も見られる。ホエジカ、テラピン、バカケホンセイ,インコなどの外来種の定着も見られる。ハムステッドヒースには25を超える池があるが、大半はハイゲート池とハムステッド池の両地区に位置する。ホワイトストーン池ホワイトストーン池は、おおむね三角形をした池で、ヒースの南側のほぼ中心、山陰として利用されていた元、クイーン。 メアリーハウスの建物のヒースストリートを挟んで北北西にある。この池は湧水を源泉とし、ウェストボーン側の起点となっている。この池はヒースの外周道路に近く、外部からもよく見える位置にあるため、レクリエーション用としてはほとんど利用されていない。ヒースの中で最も有名な池であり、多くの書籍にヒースの代表的な池として紹介されている。ハイゲート池。 ハムステッドヒースの池ハイゲート池は、ため池として利用されていた、ヒースの東側にある、17世紀から18世紀にかけて掘られた八つの池からなる。池は男性用と女性用に分かれた、水泳用、模型船用として利用されているほか、ストック池とバードサンクチュアリー池は、野生動物の保護用となっている。釣りをすることができる池もあるが、ダムに改造される計画もある。 ハムステッド池ハムステッド池はヒースの西南の角サウスエンドグリーンの方角にある三つの池の総称である池の一つでは男女の区別なく遊泳ができるこの三つの池は1777年にフリート川源流の一つであるハムステッドブルックが1692年にロンドンの水需要の増加に応えるために設立されていたハムステッド水理会社によって せき止められたことによって作られた。今日、男性入浴用となっている池の近くにはブーディカ墳墓があり、バトルブリッジで1万人の池に族の兵士と共に戦って破れたブーディカ女王の墳糾墓と伝えられているが、古い図面や絵では、この場所には17世紀に作られた風車が描かれているが、墳墓が描かれたものはない。池の維持管理2004年。 ヒースの維持管理を担当するシティオブ・ロンドンコーポレーションは、池の維持管理に要する費用の問題と、池で及ぶ際の健康への影響を理由に、池の閉鎖を実行しようとした。池の利用者がこれを阻止する訴えを起こし、高等法院で利用者が勝訴している。池の維持費を賄うため、シティオブ・ロンドンコーポレーションは1ポンドを権利金として、 利用ごとに日本度を貸したが反対も根強くチケット販売機が破壊されるなどの問題も発生している。2011年1月、ロンドン市は確率は低いもののロンドンを襲う可能性のある大嵐に対応できるよう池包みを改良する計画を発表した。この計画では3つの池が1975年止め池法の規定を確実に満足できる。 よう改良することが提案されている。2010年度の飲酒市洪水及び治水に関する条例の成立に伴い、ヒースのすべての池がこの条例を満足するよう、ロンドン市は求めている。2011年の計画には、モノハンモによって汚染された水質の改善も盛り込まれた。池包みの改良計画は2012年から2014年にかけて大規模に修正されている。 池の改良計画は、包みはナンセンスだと提唱する諸団体の反対運動にあっている。ヒースの北西は1972年にカエンウッドタワーズからアスローンハウスに改名された建物と、その庭を含む保存地区内にあるがあまり維持管理が行き届いていない。この今ではほとんど維持管理がなされていない歴史的建造物は1872年に アニリン染領の製造者だったエドワード・ブルックが建築家エドワード・サロモンズの設計によって建設したものである。1942年、この建物はイギリス空軍に接収され、イギリス空軍庁法部の教育施設として利用されたが、表向きは療養病院とされていた。旧の国家文書保管室に残り、1990年代後半に公開された。 空軍ハ範囲ゲート機巡洋記録により、戦時中のこの施設の利用目的が明らかになっている。この施設資金に1944年後半に2回 V-1 が落下しており、施設のスタッフに負傷者が出ている。イギリス空軍庁法部教育施設は1948年までこの建物を利用した後、保健省に引き渡している。保健省はこの建物を 療養施設として利用したが、1980年代以降は維持管理を行っていない。英国国民保険サービスは2004年にこの地域の再開発を行っているビジネスマンにこのエリアを売却したが、アスローンハウスと庭園はハムステッドヒースの保存地区に残されることになった。パーラメントヒルフィールドはヒースの南と東に位置する。このエリアが ヒースの一部に正式に組み入れられたのは1888年のことである。このエリアには陸上競技用トラック、テニスコート、パーラメント、ヒルリドと呼ばれる屋外水泳場などの運動施設もある。パーラメントヒルの最高点がタコ揚げの愛好者からカイトヒルと呼ばれるなど、パーラメントヒルは様々な点でヒースで最も有名な場所とされることがある。 パーラメントヒルの標高は98.1メートルで、かなりワーフの高層ビル群、セントポール大聖堂とその隣のシティオブ、ロンドンなどロンドンの名称が一望できることから、法律によって眺望が保護されている。ヒースの維持管理事務所もパーラメントヒルフィールズにある。パーラメントヒルの南の斜面には、ゴスペルオクリドと呼ばれる屋外水泳場があり、リドの北側には、陸上のトラックなど、 運動施設がある。ケンウッドハウスの疑似教ヒースの北部には敷地面積50ヘクタールのケンウッドハウスがあり、このエリアはイングリッシュヘリテージが維持管理している。このエリアはアイバー博の遺言により1927年にヒースの一部となり、1928年から一般に公開されている。建物は17世紀に建てられたもので1700年頃に、 オランジェリーが追接された。ケンウッドハウスの1、3はナチュラルイングランドによって生物学的にイギリスの重要自然科学区域とされている。ベール・オブ・ヘルスはイースト・ヘルスロードからアクセスする全体がヒースの中にある小集落で1801年まではハチェッツ・ボトムと呼ばれていた。エクステンションはヒース北西のエリアでヒースの他のエリアとは 成り立ちが異なる。このエリアは、ハムステッドガーデンサバーブを築いた、ヘンリエッタ・バーネットの尽力で農地から転用された。土地の境界の跡や、低木、木などがこのエリアが農地だった痕跡として残っている。ゴルダーズヒル・パークは、ヒースの西側にある本格的な公園である。この公園は、第二次世界大戦で爆撃された、大きな邸宅の敷地の大半を転用したものである。 公園全体は草に覆われ、本格的なフラワーガーデン、水鳥用の池、近年刷新された鹿用の地域を含む動物園につながる水生植物園がある。動物園には、ロバ、マーラ、ワオキツネザル、アカハナグマ、ホウジロエボシドリ、ワシミミズクなどが飼育されている。公園には、テニスコート、チョエン、パット練習場などもある。ヒースの他のエリアと異なり、 ゴルダーズヒルパークは柵で囲まれ、夜間は正常されている。ハムステッドヒース警察隊は12の死体からなり、うち2体は英国警察幹部学校及び内務省の基準を満足する多目的警察犬を装備する。警察隊は1992年以降ヒースの警備を担当している。この警察隊にはロンドン市警察より以前に1967年成立の 法律、ministry of housing and local government プロビジョナル、オーダーコンファーメーションアクト1967により、ヒースでの警察権が付与されている。1967年の法律は、ロンドン市を対象として含んでいないが、1989年成立の法律ロンドンガバメントリオーガニゼーションオーダー1989によって、 ロンドン氏がヒースに果たす役割が、グレーターロンドンカウンシルが以前果たしていたものと同様になったことにより、ハムステッドヒース警察隊の警察権が有効となったが、これはヒース内部だけで、行使可能で、ロンドン氏の市政下にある他の場所では、行使できないことになっている。ハムステッドヒース警察隊には、1878年成立の法律、 コーポレーションオブロンドンオープンスペーシズワクト1878により、シティオブロンドンコーポレーションが管理する、この法律に除外が明記されている、エッピング森を除く公共空間での警察権も与えられている。ハムステッドヒース警察隊の公共空間での警察権は法律によって担保されている。ハムステッドヒース警察隊はロンドン警視庁と緊密に連携をとり、 重大犯罪の捜査は、ロンドン警視庁に、地域の犯罪捜査は、グレーターロンドン警察に引き継がれる。ハムステッドヒース警察隊は、ロンドン市警察とも連携し、訓練や、物資の供給を受けている。ハムステッドヒース警察隊の費用は、シティオブ、ロンドンコーポレーションの基金と寄付で賄われ、ハムステッドヒース警察隊の活動は2000年、情報公開法の対象外とされている。 公安警察など他の地域警察とこの点は対照的である。ヒースでは16種類のスポーツをはじめ様々な活動が行われている。ウォーキング、ランニング、スイミング、タコ揚げに加えイギリスのクロスカントリー層発祥の地とされている。毎週開催されるパークランと呼ばれるランニングイベントや英国眼研究所の支援によるレースフォーライフなどが 代表的なイベントである。2007年2月まで、ケンウッドは、地範でのコンサートを主催していた。ヒースの西は、ロンドンで最も安全な夜間に、同性愛者が、相手探しのできる場所とされている。ジョージ・マイケルはヒースで相手探しをした過去を告白。後に彼自身が、エキストラ、スターに近づけ、のクリスマス特別番組で、パロディーにしている。 三つある池の水泳場のうち二つは数年利用可能である。うち一つは男性専用で1890年代に開設されたもの、もう一つは女性専用で1925年に開設されたものである。男女共用の残りの一つは三つの池の中で最古の1860年代開設で5月から9月まで利用可能となっている。陸上競技用。 トラック、ペタイク用、コート、バレーボール用コート各一面に加え、冒険遊び場一箇所を含む八箇所の、子供用遊儀施設八箇所が備えられている。カール・マルクスは、ロンドン在住中、家族と共にハムステッド・ヒースを散策することを特に、好んだ。ビクトリア時代の画家、ジョン・アトキンソン・グリムシャウは、ハムステッド・ヒルの精密な油絵を描いているほか、ビクトリア時代の作家、 ウィルキー・コリンズ小説、白衣の女の背景となっている。ギルバート・ケース・チェスタートンの推理小説、ブラウン・シンプシリーズの一作、青い十字架の舞台の一部となっている。デニス・グリーンとアントニー・バウチャーによる、1946年1月7日に放送された、ラジオドラマ、ザ・ストレンジ・ケース・オブ・ザ・マーダー・イン・ワックスには、ハムステッド・ヒースで女性を殺した殺人者が登場する。 ジャンストラッサーの小説、ミニバー夫人には、ハムステッドヒースにてと題する章があり、ハムステッドヒースが舞台となっている。1968年の映画、デビゾヒレットでベルサイズは、ハムステッドビレッジとベルサイズパークで撮影が行われた。ザ・キンクスのアルバム、ビレッジグリーンプリザベーションソサイティのジャケット写真は、ハムステッドヒースで1968年8月に、 撮影された。ケンウッドハウスが背景に映った写真が何枚か含まれている。ジョン・ルカレの1979年の小説、スマイリーと仲間たちの冒頭の重要シーンと、それに続く捜査の場面は、ハムステッド・ヒースを舞台にしている。このシーンは1982年の BBC のテレビシリーズでも再現されている。スティーブン・キングの小説、IT。 イットマイナスを原作とする1990年の映画 IT にはハムステッドヒースに住む架空のアメリカ人作家が登場する。1999年の映画ノッティングヒルの恋人ではジュリア・ロバーツが演じる女優が劇中で出演する映画の撮影シーンにケンウッドハウス周辺のハムステッドヒースが登場する。2005年に彫刻家ジアンカルロネリの高さ9。 メートルのテーブルと椅子の彫刻、ザライターがハムステッドヒースに展示された。2006年の映画、シーンズ・オブ・セクシュアル・ネイチャーは、前編がハムステッドヒースを舞台とする。ハムステッドヒースのうち、パーラメントヒルから、南は、テレビ番組、セブン・ナチュラル・ワンダーズに、ロンドンの七不思議の一つとして登場する。番組のこの回は、ゴスペル・オークに住み、 ハムステッドヒースで野鳥観察を行っているビルオディが担当した。ウィルセルフの2006年の小説、ブック・オブ・デーブは、ハムステッドヒースを重要な舞台とする。物語の半分は500年後、洪水によって水没し、ハムステッドとハムステッドヒースの丘の上だけが小さな島、アイランド・オブ・ハムとして残された時代を舞台としている。物語の中では、現代を舞台とし、 海面が100メートル上昇した場合に備え、乾燥した地帯として保護されるヒースが描かれている。セルフは、この数平方マイルの木と干木の島は、都市の型の上にあると記している。コリン・ウィルソンは、諸情小説、暗黒の祭りの執筆中、生活費節約のため、ハムステッドヒースの荒れ地で、寝袋で生活していた。ハムステッドヒースは、 ベルコールの小説レアにもオディネーチャーズにも登場する。ベール・オブ・ヘルスは、ピート・アトキンとクライブ・ジェームスの1974年のアルバムシークレット・ドリンカーに収録されたレイン、ホイールの中で研究されている。パッド・ベネッターのアルバム、ゲット・ナーバスに収録され、アングザイティのプロモーションビデオには、ハムステッド・ヒースの建物に入っていくシーンがある。ブラム・ストーカーの有名な小説、 吸血鬼ドラキュラには、不死となったルーシーが、ハムステッドヒースで遊ぶ子供を誘拐するシーンがある。ガーキン、タワー42セントポール大聖堂ロンドンアイ、BT タワーケンウッドからの眺望。ありがとうございます。